もまだ風邪が治らない吉谷です。本日はですね、なんと来ましたよ。来ましたよ。聞きましたよ。あ、聞きましたよですね。はい。ベベーン。何でしょうか。すごくないですか。超速っていうのが、超速できました。超速ってすごいですね。超速できました。超速できたやつ、何かな。パッパラバッパパーン。 MacBook Pro です。もう MacBook Air が出そうもないので MacBook Pro にしました。で、これは Apple Store で買いました。 Apple Store でカスタマイズして i7、 CPU が i7 の、メモリーが8ギガから16ギガにアップして、 SSD が546、まあ一つ、全部一つずつアップグレードしてます。まあ多分ね、これ3年ぐらい使うと思うんで、この MacBook Air もね、だいぶ使ったんで、こいつだいぶ使ってるんで、だいぶなんですよ。 MacBook Pro 開封。これ Mac の、なんかおしゃれですよね、ケース。なんかいちいちこのおしゃれですよね、 Mac ってケースが。なんか我が子をこうですよ。こう開封します。出てきましたね。おお、すごい。これが新しいお仕事の相棒でございます。あ、すごいですね。こんな、なんかすげえ丁寧に梱包されております。もう MacBook のここは光らなくなりましたね。くせっ。なんか動いてる。はぁー。ティラーン。おぉ。おぉ。これ電気入ってるんだね。すごい。ちょっとまさかですよ。すごい。充電されてる。なんか喋ったぞ。すごいなこれ。で、このね、僕ね、このキーがね、ちょっと微妙なんですけどね。喋ってる。Mac を日本語で使用する場合は、リターンキーを押してください。リターンキーを押して。すごいなこれ。全部入ってるぞこれ。聞こえます？すごくないですか？いやー、すごい。はい、終了。で、付属品がですね、こんな感じです。これは USB-C から C につなぐやつか。
これ使う、このね、最新の Mac は USB-C なんですね、こういうやつ。これちょっとあんま使わねえだろうな、これ。そういうことか。なるほど。そういうことか。わかりました、謎が。謎が解けた。ガンガン使いますね。そういうことか。これですね。見てください、こんなになってますね。これ脱着式なんですね。なるほど、ある意味めんどくさいですね、脱着式なのか。へえ、脱着式か。これ毎回取らないとダメですね、ちょっとめんどいな。あれがなくなりました、あれがなくなった、あれがなくなっちゃいました。脱着式だから、前の MacBook Air はまあこういうやつだったんですよ。これでこういうやつで、あ、でもこれがまあ こういうコーデですね。これでこうできたんですけど、こうね、それができなくなりました。こっちの方が良くないですか。ちょっとでかいな。MacBook Air がこれで、MacBook Pro これです。でかい。うん。これ結構僕好きだったんですけどね、これ。結構これ。これ結構好きだったんですけど。ただね、ここがね、まあ、バカになってくるんですけど。うん、まあいいや。なるほど。今回のは、ちょっとでかいですね。であと脱着がされると、でかい。なるほど、まあまあ長さありますね。でここはあの2個しかないですよね。2個しか、ほら2個しか、ここに入れると。なるほど、あれもう汚れた？大丈夫。あれ？はあ、こう完全マック信者ですね。いや結構ねこれね、大事ですよね、磨く。新しい相棒です。あとは付属品はですね、付属品終了です。え、じゃ何もないですよ。シンプルすぎだろうっていう。あ、あったあった、説明書がこんだけありました。取説が、これのみですね。終了です。これだけ、これのみですよ。あ、アップルの写真、アップルのシールがありました。アップルのシールが、はい、アップルシールが、これアップルシールどこに貼ろうかな、まあ、ちょっと検討します。アップルシール、アップルシールどこに貼ろうかな。アップルシールモニターにあるかな。はい、こんな感じですね。はい、MacBook Pro。まあ、ちょっとインストールしてみましょうか。9分、せっかくなんで。ちょっとじゃあインストール。インストール。
今ぐるぐる回っております。あ、2本出た。続ける。なるほど、 Wi-Fi につなげろと、 Wi-Fi につなげろときたな。 Wi-Fi につなげないといけないですね。ちょっとめんどくせえな。来ました、 Mac です。新しい MacBook Pro、いよいよこれ始動ですね。サリーに聞いてみましょうか。こんにちはと。こんにちは。タクロウさん、こんにちは。やばい、喋ってくれる。下のまま呼んでくれね。おはよう。おはようございます。ただいまの時刻は12時5分です。素晴らしい。一緒に遊ぼう。そうですね。しりとり、じゃんけん、なぞなぞ、早口言葉、俳句、詩、歌、踊り、何をして遊びましょうか？めっちゃ寂しい人ですね、僕。すごいね、最新の Mac は。俳句にしてみましょうか。あ、歌にしてみましょう。歌で遊びましょう。すみません、よくわかりません。歌。歌を歌うのはプロの歌手にお任せすることにします。どういうことだよ。歌ってください。歌を歌うのはプロの歌手にお任せすることにします。お願いします。そろそろ仕事に戻りませんか？おっしゃる通りです。おっしゃる通りでございます。仕事しないとね。サリーちゃんに怒られちゃいました。いや、すごいな、今のパソコンすごいっすね、はい、では仕事戻ります。